無理やわ。ほんまじで。そこで話しちゃえばいいんじゃない。話せられない。やってみたらどうですか。そんな言うたら。あれ本当話せ合うんだよね。あんたさん、そこで話せばって固めるってやりました。ちょっとさっきにこれ固めてやってました。これをこう下にくって固まる。取りたい。これでくるって食べくる。こうやってあげるんだ。相手の反応。ちょっと体をこう動かないと。むくんですけど、ちょっとここでやるように。くすむっていうのが前ですね。こんなぐらい反応するといいですね。そう。まあそれはともかくとして、人それぞれ。とにかく、こう、こっちこう緩んでるのが、ちょっと緩んでるのが、こうやってこう、こう、作る。ここめっちゃ。無理やわ、これ。ほんとに。どうだよ、見てて。ほら。無理やわ、これ。ほんとに。どうだよ、見てて。こう来て、これ足さばきだけで言うと、こう開いてこっちの足に来る、これ指の動きっていうことですけど、で、回すと表と動きですよね。で、一挙表って言ったら、こう開いて、まあ、攻めてくるときに、すぐに対応できてればこっちの方が強い。でも、場合によってはですね、こう、出遅れちゃった、こういうときです。こういうときはもう出れない。こういう時にこれをこう後ろ足出して下に、それ裏になります。こう来てこうなっちゃいました。もうこっち行けない。その時は後ろ足を出してで裏側に回る。これ裏です。もうまさしく動きも。で形としてが転換の動きになります。こう転換。それ裏になる。で、続きな。ちょっとややこしくなります。ちょっと彼女のテストいうものなので、後ろからな。こうして。え、そこやっていいの？やんなくていいです。ちょっと彼女だけ。もう覚えなきゃいけない。そんな余裕を。こうって説明していきますね。まず、とりあえずこれを裏を覚えてください。裏でいいです。で、君らはもうそうする。ここから手首をこうと。え、上げる前にやっていいの？上げる前にと。上げながらやっていい。で、ここからこうやって。ああ、もうダメだ。上げて。できれば、こうやって、こう、こう持つ。で、さらに、こうして。かわいそう。上げたのはなしにしてもこれでここまでいったらこう結構ここで終わってます。そしたらこれをですね、まあ、相手の肩が外れちゃうこともあるのでゆっくりなるべくこうエビ反りにしてあげてください。硬い人多いんで特に中等症は。でこう腕に引っ掛けます。でこの状態でこっちの膝は相手の頭まで行くぐらっここの。で今度は簡単に手で勝ってください。相手作れる。それは今これは今日やってみましょうか。こう払います。で、今度を処理。
いや、後ろ。ウォームアップでこうやってやってるのを見避けないで、スクラブ払うと同時にこの相手の方を首上にして、このままで押されるにあって、後ろ足を前に押す。後ろ足前に、そのまま俺、こうやって払う。マジか。痛いよ、それ。